始まりました。家計門のゲーム実況チャンネルへようこそ。さあ最初のレースはエキサイトバイクスタートーということで始まりましたけれども、まずアイテムを獲得したい。アイテムはまず1個のがまあほとんどですので、まあ、そこを行かなきゃいけない。まあ、ここ結構混戦が見込まれるから、まあ結構そういうのを避けながら1位を取らなきゃいけないんですね。しかもアイテムも取りにくいから難しい。さあ、2個目のアイテムはもうまた切る。さあということで、さあね、どんどんやっていかなきゃいけない。まあ、ここも気をつけながらダブルアイテム獲得していく。ね、はい、キノコ3つと1個で計4つ。まあそこ入れ替えて、これ入れ替えてきたのが、まあ、失敗。このミスはでかいぞ。今が5位。さあどんどんやっていかなきゃいけない。おっとやらかした。よしダブルアイテム獲得。さあね、どんどんやっていかなきゃいけない。はい、獲得して、よし、ショートカットしていく。そして、1個獲得して、はい、キノコ3つ。はい、ここちょっと追い越したい。はい、サードラップ。さあこのおっと、はい、ここはリカバリーをしていきます。ということでこれで、今10位。だけどまだ逆転はできるかもしんない。よし来た。このダブルはでかいぞ。このダブルはでかいんじゃないか。よし来た、よし来た、来た。さあ、はい、はい、もうパワフルも使っていく。さあパワフルスピードで前進。よっしゃー6位。さあということで2レース目はアイスビルディング。スタートーということで、さあね、ここをね進んでいきたいが、まずアイテムは取れなかったし、しかも落ちた。うわ、これはもうデカすぎる。まず最初から大きなビハインドを背負うことになってしまった。はい、ここはもうスピード上げていく。さあ、進んでいきました。すいません、ゲップして人が聞こえてしまったらごめんなさい。さあということでね、あっとそういうのを気にしてたらもっと最悪のことが起きてしまった。まあ、ゲップも気をつけなきゃいけないけどね、そういうことも気をつけなきゃいけない。さあね、さあ来た。まずね、取ってね、行かないですね。来た。おっと、なんかやばいぞ。もう変なミスしかしてないぞ。さあね、どんどん進んでいく。さあね、さあどんどん進んでいきたい。やばい、めっちゃやばい。さあここでね、なんか変なことになってると、やばいぞ。これも最下位あるぞ。これやばいぞ。これさあ、はい、トゲソウを飛ばして、青ゴーラ飛ばして、はい、キラー進んでいく。しかもいい位置でキラー回ったんじゃないか。これお、いいんじゃないか。これはい、間開かずに、はい、スタート。よし、行くぞ。おっと、ここで落ちてしまった。やばい、最悪の3周目だ。そして、あ、なんか落ちてったぞ。うわ、しかもアイテムも取れてない。これはピンチ。さあね、そこどんどん獲得していく。コインはまだ4枚しか獲得できていない。これピンチだ。
さあということで今順位が最下位はぜひとも避けたい、まあもちろん下位も避けなきゃいけない。おっとここでキラーを使っていく。さあどんどん追い越せ、追い越したいが、あおおいいタイミング追い越したんじゃないか。はいここでスターも使っていく。はい欠かさず、おしかもおキラー回避、これはいいんじゃないか。よし5位なんとかよかったんじゃないか。はいということで第3レースはレインボーローズ。さあ少しね風気味だからやっていく。スタートーと思ったらやらかしてしまった。今現在順位は11位。さあねさあ、はい、まずここをスピード上げていく。さあスピードアップアップ。さあそこでさあアイテム何が出る。アイテムはキノコ1個、10位で1個は悲しい、悲しいよ、もうどんだけと思うわけなんですけどね。おっとやらかしてしまった。まあたださあね、はいなんか変な球体が来ている。これ避けなきゃいけない。はい9位です。さあ9位、さあねここ混戦状態。さあこれを突破しなきゃ上位はない。さあ頑張んなきゃいけない。おっとここで、はい、加速していくが、おアイテムが取れない、ピンチ。おっと変な球体に阻まれてしまった。コインは1枚しか取れていない、これピンチ。さあこれ取りたい、1個取れました。はいアイテム1個取っていく、はい、ここのコイン取りたいんじゃない。あ取りました。おですんなり6位にジャンピングアップ。さあ来た、ということでね、はい取っていきます。はいキノコが、はいもう全部使っちゃうよ。はい全部使っていく、もうこうじゃないと追い越さないからね。よしさあ取っていく。よしすんなりキノコじゃねえや、トゲソウかわして、そしてよしかしていく。さあこれ当たり、誰か当たり、誰か当たってほしい、当たってほしいが、はい4位、お5位だと思ってたのに4位だ。